こんにちは、キーです。今回は過去にレビューしましたラックスマンホノイコライザーキットのその後ということで進めたいと思います。この動画が初めての視聴者様は関連動画を4本公開していまして、その後のお話になりますので、ぜひチェックしてみてください。では早速始めたいと思います。今までの過去の動画では真空管や鋼弾のオペアップ交換をはじめ、コンデンサーも交換しました。すっかりその後はエイジングも進み良い感じになってきていますが、その後前段のオペアンプも交換すると良い意味で激変しました。せっかくなのでミューズ03の1個1回路2つとその変換基板を購入し、ソケットをハンダ付けして装着しました。よって現在の状況はこのような感じになっていまして、前段ミューズ03、そして後段はミューズ02、真空管は現在ムラードを装着していまして、主要のカップリングコンデンサーのみフィリップスを実装しています。ここまで来ますと基板上で音質向上のためにできることはほとんどし尽くした感じなので、今回は今までに触れていなかった電源に関する話題で評判の高いローノイズ電源を購入しましたのでレビューしたいと思います。メーカー名は IFI アクセサリーのオーディオパワーサプライで 15V 1.2A の製品です。メーカーのホームページには付属の AC アダプターをアイパーに変えてノイズによる汚染のないクリーンな電源を供給しましょうと書かれていますので、早速内容物を確認しまして音色の違いも聞き比べしてみたいと思います。はい、では早速見ていきましょう。今回は 15V の 1.2A、 こちらを購入しましたが、 5V と 9V と 12V も発売されています。はい、そしてインプットは 100V から 240V AC と書かれていますね。はい、そして箱を開けてみましたら、まず製品の保証書ですね、そして取説っぽいのと、まずはセンターをマイナスにさせるアダプターですね。はい、このような感じになっています。これが付属されているのはありがたいですね。特にね、5V とか 9V とか使う方にはこれ結構必要な方も多いんじゃないでしょうか。はい、そして短いケーブルが1本入っていますね。この本体のケーブルの先の間に何かをかましたりはね、スイッチとかでもいいんですけど、かましたい場合は便利良さそうですね。はい、そしてこちらが本体となっています。ちゃんと 15V の1.2A になってますかね。なってますね。アウトプットが、はい、このような感じです。そしてフェライトコアと先がついてて、こちらを外すとこう違う変換のものが使えるみたいですね。はい、このような感じです。はい、このような感じのタイプもあります。全部で4種類ありますね。そして大きさ比べとしてみますと、このような感じですね。じゃ大きいのかなという感じです。はい、こう見るとやっぱり大きさ違いますね。結構縦に長いって感じです。はい、このような感じになっています。そして何気にこのケーブルが長いのはいいですね。素晴らしいです。はい、そしてこちらの本体側に挿す分も変換がたくさん用意されていていい感じですね。これはありがたいと思います。はい、こちらも4種類入っていますね。はい、このような感じになっています。では早速クリーン電源に取り替えてみまして、もともとの AC アダプターと聞き比べをしてみまして、その後にキットを購入時そのままの音を過去に収録していますので最後に流してみたいと思います。それではどうぞ。Thank you.
Thank you.
はい、今回は主に電源の違いによる音の変化をお聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。なかなか再生される環境によっては分かりにくいかもしれないので、ヘッドホン推薦ですが、IFI のローノイズ電源の感想は、空間表現能力が向上して音場の広がりが実感できました。そして前段のオペアンプ MUSE03 の実装は、
明らかにハイエンドホノイコライザーの仲間入りに入った印象で、映像で言うと 8K 動画のようなきめ細やかなニュアンスが聞き取れて、深みやレンジも広大で、ローノイズ電源との相乗効果も相まって本当の理想に近づいたと実感しています。ぜひ視聴者様の好みに近づけるように参考にしていただきまして、関連動画も含めてこの動画のリンク先もチェックしてみてください。よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。